あれ誰がやった？さあ、かわいい新入生の仕業でしょう。1年は後回しだ。まだ3年潰す。俺ら A 組の拠点に BCD と順に落としていく。 B 組には三上兄弟がいます。もうっ、国志もそう寝言言ってんじゃねえよ。またちょんぼじゃねえのか。マジだってお前ビビんなよ。源氏トラジー、おつけ悪い悪い。誰だろうって。ああ、俺の中学のダチで。だからなんだ。落ち着けっつってんだろ。な。久しぶりだな、東京。おう。消したのお前か。あ、いや。おい、セリザ。お前3年で一番強いんだろ。やろうぜ。面貸せよ。は？ちょっと待てよ、ケンジ。なんでお前が玉音やるんだよ。おい！玉音、ちょっと待て。てめえよ、玉音！人のこき潰そう！こっちやら、生活がかかってんだぞ！おい、こら、見守り！なんだ！三上兄弟だ。手間が省けたな。源氏、悪いけどお前に構ってる暇はねえんだ。どうしても玉音やりてえなら、2年の芹沢の弟子リンダマンを倒してからにしろ。リンダマン、何言ってんの。そいつに勝ったらここに来い。いいな。おい芹沢、何をごちゃごちゃやってんだよ。こっちは暇じゃねえんだ。一回だけだぞ。お勤めご苦労さん。さっさと3年のトップ決めようぜ。で、いつからリンダマンがお前の弟子になったんだ。ビビって戦ったこともねえくせによ。やべ